はい、これはマジュレットのアダムというね、オペルアダムという、まあ、日本ではあまり聞いたことがない車なんですが、でしてマジョレットって確かフランスのメーカーなんですよね。でフランスのメーカーが、マジョレットという形でございまして、その手の、まあ、車でございます。で、このマジョレットのこれもなんですが、ちょっとお待ちくださいね。これをバリバリしていくんですけども、なかなかちょっと開けづらいところがありまして、ちょっとごめんなさいね。でガムが、まあ、ついておいて、オペルアダムというね、スペックが、なんていうと思います。で、それがこのマダムではありません。オペルアダムですね。で、の車でございます。で、こちらがオペルのアダムというね、車になります。で、この車はどういう車かといいますと、オペルアダムというのは2012年のモンディアルオートモビルにてワールドプレミアム化され、同年中に発売を開始すると発表。おととし、北米市場において他のオペル車同様、ロクスコールブランドでの販売となる。なお、生産は両ブランドともアイゼハナ工場で行う。オペルのラインナップにおいて、カールとコルサの中間に位置、かつて販売されたディアグラをどことなく連想させるドメーションだが、低価層フィアット5色やミニとすることをでプレミアムコンパクト路線を演じられているためで、2010年の特注車種として SUV テストのロックスとキャンバストップ仕様のオープンエアも、まあ、登場して、メカニズムとしてはプラットフォームを起こる際 DE で使われている SCCS プラットフォームを短縮したものを採用している。エンジンは70馬力の 1.2L ガソリン、そして87馬力と100馬力の 1.4L ガソリンの2種類のみで、ディーゼルの設定はないと。日本ではこれは未発売の車なんですね。ですから日本ではあまり見かけない、というかあまり見かけないというか見かけること自体がない、車になります。で、これがアダムという形でこういうふうにね、車です。まあ、アダムって感じですから、イブがあるのかなと思ったんですけどね。アダムあっても、イブという車はありませんでした。残念でした。という感じですね。でも、これがまた、こう、オペルアダムとして、まあ、なかなかの、こう、面白いね、車だったんですね。こういった車というのも、面白みがあって、なかなかいいんじゃないかな、というふうに思う車でございました。というわけで、どうもありがとうございました。